こんにちは、だけチャンネルです、今回はですね、おっとなんだ、ボークスの、ファイブスターストーリーズ、ナイトオブゴールドの制作の続きやっていこうと思います。はい、前回ね、久しぶりに再開した、このシリーズなんですけども、今回前回塗装したもの前回塗装した外装とかに、塗り分けをやっていく作業をしていこうと思います。特徴的なね、型のあの赤の塗り分けだったりとか、あとまあ装甲の裏側が、フレームと同じカッパになるので、その辺の塗り分けとか、をやっていこうと思います。はい、ただまあちょっとね、マスキング地獄になりますので、全て全部動画で紹介するってわけにはいかないので、かいつまんで、説明しながらやっていきますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、では早速作業やっていきましょう。で、今回やっていくのは、まあ先も言ったように、塗り分けの部分の、塗り分けをやっていく形になるんですけど、基本全部、パーツが分割されているわけではないので、マスキングをしてね、塗り分けしていくっていう感じになります。で、まあこの型のね、ここの赤い部分、型のこの赤い部分だったりとか、あと足に入るこの赤いライン、この辺は、キャンディーレッドにしようと思ってます。クリアレッドですね、クリアレッドを拭いて、キャンディーレッドにするっていう感じでしようと思ってます。で、この装甲の裏側とかこういう部分は、カッパ、あのフレームに使ったと同じカッパで塗り分けっていう感じになるので、その辺のねマスキングをしていきましょう。で、塗り分ける前にこれ全部一回光沢クリアを拭きました。ボンペンのフルグロスクリアですね、光沢のクリアを拭きました。で、これなんでクリア拭くかっていうと、まあ、このゴールドの塗装面の保護ですねのために拭きました。マスキングして塗り分けるんですけど、まあね、慎重にマスキングしてもやっぱりどうしてもね、マスキングの漏れができる時ってあるんですよ。こうちょっとできたシワのところから塗料が流れ込んじゃったりとか、そういう時に、ね、普通のソリッドカラーとかだとそこを削ったりとかタッチアップして修正っていうのができるんですけど、ゴールドとかみたいにメタリック系の色の場合って、そこヤスリかけちゃうとそこだけ粒子感とか色が変わっちゃうんですよね。なので、まあ、ほぼ修正ができないっていう感じなんで、マスキングでやらかして塗料がにじんでしまったりとかすると、もう全部剥離してもう一回一からやり直しっていう形になっちゃうので、それはちょっと嫌なので嫌なので、その保護のために、一回クリアを拭いてあります。なんでもしこれでちょっと吹き抜けたぐらいであれば、ペーパーを当ててそのクリア層だけを削るっていう感じにしたら修正ができるので、そんな感じでやります。はい、そしたらじゃあマスキングしていきましょう。はい、ね、まずさっきこの型のとこからいこうかな。こっちからいこうか、簡単な方からいきましょう。こっちのね、こういうパーツの裏側をマスキングなので、ちょっと待って、これどこまで裏、ちゃんと説明書をね見ながらね、どう塗り分けるのかっていうちゃんと見ていかないと分かんなくなる。これね、裏側にどういう風に塗り分けろって書いてあるので、これを見てねやっていくんだけど、この写真の撮り方がよろしくないな、影になっててよくわからん。ということだな。これをここに置いといて、もう最悪。ごめんなさい、水をぶちまけた。このナイトオブゴールドのね、説明書がね、ごつすぎて、もう最悪の、ちょっと一回カメラ止めます。はい、ごめんなさい。
盛大にね水をぶちまけたんでちょっと掃除しました。はい、で、こういう部分はマスキングするんですけど、まあ、間のね乾燥時間をそのクリア拭いてからの乾燥時間ですね、乾燥時間をそんなに取ってない、まあ、ほぼ丸1日程度しか時間を取ってないので、あんまりね長時間マスキングテープを貼った状態にしときたくないんですよ。いうのもまだこれシンナーが表面から抜けてってる状態なんで、マスキングテープを貼ったまんまにしてるとどん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 ねこのマスキングテープの下で、マスキングテープの下のところでシンナーが揮発してきちゃって、この塗装面を犯しちゃうんですよね。なのでマスキングテープを貼ってる時間っていうのは最小限にした方がいいので、まあね、手早くやっていきましょう。 できればねちょっと手の甲とかに、さっきあったみたいに手の甲とかに一回貼って少し粘着力を落としておいてあげる方がいいと思います。まあ大丈夫だと思うんですけど、たまに塗装持ってかれる時あるんで、っていう風にやっといた方がいいと思います。こうしてあげてね、ここもね人によって結構意見が分かれるところではあるんですが、僕はもうこうやってカッターでモールドに沿って切れ目を入れてこうね、ここはねどうやるかほんま意見が分かれるところだと思います。どうしてもこういう形でやるとその塗装面に傷が入るので、それが嫌っていう人もいてはるので、まあやりやすい方でやったらいいんじゃないかなと思います。でね、剥がしてあげるとこういう感じになるの でこの内側をカッパーで塗るっていう感じですね。こんな感じでやってあげる。であとこっちの型の方も同じようにやっていくんですけど、ここはねちょっとその面がねすごい曲面になってるんで、無理に1枚こういう太いマスキングテープで一気にガバッてやるよりは、こういう細いマスキングテープで分割して貼った方がいいんじゃないかなって思います。はい、まあこんな感じで、マスキングをしていってあげて、で、塗装していくっていう感じになります。でまあ最近粘着を落とした方がいいって言ったのは、まあプラの場合はねあんま滅多にないんですけど、レジンの場合とかだとそもそもね塗料の食いつきが弱いんで、カッターでこう切れ目を入れた、その切れ目を入れたところから持ってかれることが多いんですよ。なんでちょっと粘着を落としといた方がいいですよっていう話ですね。はい、それちょっと言い忘れてたんでそれだけ補足です。はい、こんな感じ。あと最近言ったね、そのあんまり幅広いマスキングテープで無理にやらん方がいいっていうのは、どうしてもこういう曲面の場合、こう 3D 曲面の場合、こうやってシワが寄るんですよ。でこのシワが今この塗り分け面のところに来ないようにしてるんですけど、これが塗り分け面のところにシワが入っちゃうと、そのシワの隙間のところにね毛細管現象でビュッて塗料が入っちゃうことがよくあるんですよね。なんでそういうのも防ぐためにも、これ細めのやつで、細めのやつやからこんだけで済んでるんですけど、太いのでバーンって貼るともっとシワいっぱい入るんで、そしたらねそういうトラブルが起きやすくなるので気をつけましょう。はい、そしたらね他のパーツ類全部、せこせこマスキングやっていきます。はい、そしたらですね、サクッとクリアレッドを拭いてきました。はい、でクリアレッドいつもだったら、ガイアのクリアレッドを僕使うことが多いんですけど、今回はボーンペイントの、コンククリアレッドっていうのを使いました。はい、まあなんでガイアのやつをよく使うかというと、あれは染料系なので、あの色がね、色が染料系のクリアレッドなのですごい発色が綺麗なの、発色がいいのと、
と透明感がすごく高いっていうので、いつもガイアのやつを使うんですよね。なんですけど、今回この肩のこのパーツに関してはこの後この周りに白の縁を入れたいんですよね。で、白の縁を入れてその上からクリアコートしようと思ってるんですけど、染料系の場合他の色に、まあ、デカールとかにしてもそうなんですけど、上に白とかを塗ってでクリア拭くと、高確率で染み上がるんですよね。染料系は、染料なので染まってきちゃって上に入れた白がピンク色になっちゃうっていうことがよくあるんですよ。なのでそれを防ぐためにボーンペイントのコンククリアレッドを使いました。あれは顔料系なんですよね顔料系のクリアレッドなので、そういう染み上がりが起きないのでそっちを使ったっていう感じです。はい。で、じゃあクレオスのでもいいのかっていう話になるんですけど、クレオスのやつはちょっと発色が非常に弱いんで、かなりの回数ここまで赤くしようと思うと結構な回数重ねないといけないのと、あとちょっとね透明度が低いんですよね、クレオスのクリアレッドは。なので僕ちょっとあんま好きじゃないっていうので、今回ボーンペイントの使いました。はい。そしたらまずここに、白をね入れていこうと思います。で、まあ使うのは水性のクリアレッド、クリアレッドじゃない、水性のホワイトを使ってやっていきます。で、これをね筆でもざっくりと入れていくって感じ。この周りにもうざっくりと入れていく。で、結構ねここの白の部分が太いんですよ。太くてしっかり白くしたいので、流し込みみたいにシャバシャバにして、スミレの時みたいにシャバシャバにして流し込むっていう感じではなくて、もう普通に塗るっていう感じで、ね、白を入れていきます。このクリオスの水性の白ってすごいね隠蔽力高いんですよ。なんでこうやって赤とか金の上に塗っても結構しっかり白くなってくれるんで、もうねこういうのには使いやすいですね。で、まあここをデカールをね使うっていう手もね当然あったんですけど、なんかねそれもねコメント欄にコメントしてくれてた人はぴったし合いましたよっていう人もいたし、僕の周りでこのキットを作ったって人はデカールが全然合わなかったっていうし、なんかそのロットとかによっても結構違いがあるのかもしれないですね、ただまあ僕はもうボディをねゴールドで塗った時点でもうここはキャンディレッドにするって決めてたんですよね。この金の上にクリアレッドを拭いてキャンディレッドにするの僕好きなんですよ。なんでもう決めてたんで、その通りにやったという感じです。はい。で、まあこんな感じでざっくりと白を入れてあげたら、ある程度乾かしてから、拭き取っていこうと思うので、乾かしたのがこちらになります。はい。なので、これをねマジックリンを使って拭き取っていきます。で、あんまり力入れてこするとこの溝の中のやつまでね取れていってしまうので、この溝の外側にはみ出てるやつだけをマジックリンで拭き取っていくっていう感じでやっていきます。で、これエナメルの白でもいいんじゃないのって話なんですけど、まあエナメルの白でもいいんですけど、まあ、僕がね単純にエナメルの匂いが苦手っていうのが一つと、あとエナメルってラッカー塗装を犯さないってよく言われるんですけど、若干おかすんですよね。なんで、まあ、乾燥時間あまり取れてない時とか、ちょっと急ぎで作業してたりとかで乾燥時間あまり取れてない時とか、たまにねエナメルでスミレとかこういう部分塗装して、でエナメル溶剤で拭き取ると下のラッカーまでやられるっていう時がたまにあるんですよ。っていうのもあるんで、僕はもう最近めっきりエナメルを使うのをやめたんで、基本的にはほとんどもう水性を使ってやってます。部分塗装だったりとか、まあ、墨入れとかも水性でやることが最近は多いですね。まあそもそもあんま墨入れって僕やんないんですけど、なんでなんかちょっと赤がつくのはなんだろう、マジックリンで溶けないはずなの、あまりにも乾燥時間取ってなさすぎるのかな。これ今ねクリアレッドを拭いてから3時間ぐらいしか時間取ってないですよ。まあ、本当はもうちょっとしっかり時間取った方がいいです。はい、こんな感じで、余分な白を拭き取ってあげるとこんな感じでねしっかり綺麗な縁取りになりました。よし。そしたらね残り3つも同じようにやっていきます。で、あとこっちの足のパーツの方は
ここがキャンディーレッドで、この周りは黒い縁が入るんですよね、設定上。なのでここはスミレを使ってやっていきます。ちょっとめんどくさいんでもうこっちを使います。水性でね、スミレするときは、水性塗料を水で薄めた上で、1滴2滴マジクリンを足すんですよ。そうするとマジクリンの中の界面活性剤だったかなの影響で流動性がすごく高くなって綺麗に墨が流れてくれるので、そうやってやってあげるといいです。ただ水で薄めるだけだとね、いまいち綺麗に流れてくれないことが多いんで、ちょっと1滴2滴マジクリンを入れるのがポイントだそうです。僕もねこれ教えてもらったやり方なんでね、僕が見つけたやり方ではないですが、こんな感じで墨入れをしてあげると、はい、こんな感じで墨入れしたんで、ちょっと乾かしてから全部拭き取っていきます。はい、あとはね、この頭部のこのあちこちにつく赤い、頭部のあちこちとかボディの各部にねちょっとずつね赤い部分があるので、そういう部分に、クリアレッドを乗せていきます。よいしょよいしょ、まあ、この辺もね後ではみ出したところは拭けばいいので、ざっくりねこんな感じで乗せていきます。ここもここも、これぐらいの面積だったらね筆塗りで塗ってもそんなに問題はないんですけど、これよりも大きくなってくるとやっぱりエアブラシで塗らないと見た目がねいまいちになってきちゃうんで。あとねここのマークの上も顔を乗せる、ここら辺はね最初マスキングしてここもエアブラシで塗ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとねモールドが甘いんですよね。モールドが甘いんでちょっとマスキングするの難しいなっていうので筆にしました。こんな感じでねやってあげます。はい、であと、まあ、この辺のねこの股間のパーツのこういうとことかも赤が入るのでクリアレッドを入れてあげると、説明書だとね普通に赤って書いてあるんですけど、赤だとねちょっとねのっぺりしちゃうんで、クリアレッドにしてあげた方がちょっと奥行き感とかが出るのでいいかなと。こういう感じね。であとこことかはエンブレムがくぼんでるんで、エンブレムの中に皮を流し込む。よいしょ。あとこういうとこもね、宝石みたいな表現になってるので、ここも上からクリアレッド。あ、この水性のクリアレッドも顔料系なんですよ。顔料系なんでこうね見てわかるかな、ちょっとね濁った感じなんですよね。ちょっと透明感がいまいちというか、まあ、乾くとねもうちょっと透明感出るんですけど、それでもやっぱ染料系のクリアレッドよりはちょっと透明感で劣る感じはあります。ただ水性でね染料系のクリアレッドでないんですよ。なんでこれでやるしかないって感じなので、これをね他のパーツ全部やっていきます。はい、そしたらね、頭の部分とかもこんな感じで塗り分けしました。ここはシルバーですね、シルバーで塗り分けしたので、次ここの、デカールをね貼っていこうと思います。でちょっとねこのボックスのデカールがねどんな感じなのかがわからんっていうのがあるので、まあ、ちょっと心配だからまずマークセッターからねいきましょう。本当はここ曲面のところにこれちょっとややこしい形の曲面のところにデカールを貼るんで、本当はもうマークソフターを使っていきたいんですけど、ちょっとこのボックスのデカールがどれぐらい溶剤に対して強いのかっていうのが分かんないので、とりあえずね一旦マークセッターでいきます。なんかフィルムのところが白く濁ってんだけど大丈夫かこれ。余白のフィルムのところがねなんかちょっと濁ってますね。でここに貼って上からソフターをつけてあげて、ちょっとねこれで様子を見ましょう。これだけで馴染んでくれればそれでいいんですけど、これだけで厳しそうだったら、あれ？あった。これだけで厳しそうだったらこっから、ヒートガンとかもね併用してやっていこうかなと思います。つけすぎた。それでねちょっとしばらく触らないようにします。でその間にここの胸パーツのこの四角、ひし形のねマークを
貼ってあげる。まあこの辺はねもう普通に平面にペッて貼るだけなんで。なんかこのデカールのこの透明な余白の部分が若干白く濁ってるんだけど大丈夫かな。ちょっとだけずれた。まあ、クリアを拭いてね、このデカールにクリア染み込ませたら消えてくれることを祈るんですけど、なんかね見えるかな、若干この透明の余白部分がね少し曇ってて、ただ貼っただけでなんかちょっと若干シルバリングみたいになってるんですよね。ちょっと心配やなこれ。よいしょ。したらこっちはどうかな、馴染むかな。あーちょっと厳しいかな。やっぱりねソフターとセッターだけだと厳しいな。でヒートガンを使いましょう。よっ。はい、これねヒートガンエンボスヒーターというタイプしますけど、これで温めてあげるとデカールが柔らかくなってちょっとキュッて縮むんですよね。なのでこういう曲名の部分に貼りやすくなります。このヒートガンは普通のドライヤーとかと比べるとピンポイントに結構熱い風が出るんで、まあ、そこが扱いやすいところでもあるんですけど、あの気をつけないとそこのピンポイントに加熱されたプラスチックが溶ける時があるんで、溶けるというか、まあ、あの柔らかくなって変形するっていうことがあるんで、そこをね気をつけましょう。あとこうマークセッターとかマークソフターとかがついてる状態でねヒートガンで温めると、そのソフターとかが変な反応しちゃってデカールが溶けちゃったりとか塗装を犯してしまったりっていうこともあるのでね、なるべくヒートガン当てるときはソフターとかがあまりついてない状態になるように綿棒とかで吸ってからやってあげましょう。はい、こんな感じね、こんな感じで沿わしてあげます。はい、ここはね結構ね解釈が分かれるところらしくて、初期の設定画だとここ緑らしいんですよね。ただなんか途中からなんか気づいたらこの色になってたらしくて、まあ、ちょっと解釈が分かれる部分らしいんですけど、もう今回はもうこのキットに付属のデカールを使ってくださいっていうことなんで、これでいきます。であとその下にこのひし形のマークとアマテラスのミカド、ミカドミコトだったっけな、これなんて読むんだったっけな、のデカールを貼ってあげる。これはね2つでバランスを取って貼らないとダメなんで、こう片方ずつ位置を決めるというよりは2枚とも乗せてちょうどいいバランス、この上下の位置がねいいバランスになるように調整してあげて貼ってあげましょう。あーちょっとずれた。こういう感じ、こういう感じで貼ってあげたら、これでしばらくねしっかりと乾燥させてあげて、デカールがしっかりと密着したら、上からクリアを拭いていくっていう形でやっていこうと思います。なんで今回の動画ではちょっと一旦ここまでにします。この塗り分けを全部やったのと、これねこうやったのと、あとデカールを貼りましたという感じで、あとごめんなさい、もう一個持ってきてなかった、あとこれねこっち、ゴールドの装甲の裏側の部分ね、裏側の部分の一部をカッパーに塗ったところがこんな感じにしてあります。カッパー塗って、上から、フレームと一緒の、セミグロスクリアプレミアムを拭いてっていう感じで、ゴールドのとこは光沢だけど、カッパーのとこはツヤが半光沢になってるっていう感じにしてあります。はい、こっちとかもねこんな感じ。はい、なので、今回の作業は一旦これで終了にしようと思います。はい、でちょっとねで光沢クリアに関してここから上光沢クリア拭いていくんですけど、そっちはねちょっともう内容的にもあんまり面白くないし、多分普通に動画に撮っちゃうとすんげえ長い動画になってしまうと思うので、もうちょっと収録外でやっちゃおうかなと思います。
で、次の動画ではいよいよ組み立てっていう感じにしていこうと思いますので、続きを見たいと思っていただける方はですね、よろしければ下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あと、コメントとか、いいねとかいただけると非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。